今日は暑いです、エアコンオートで入れていきますね。はい、ではドライブパーキング解除、 DTC カードを確認しました。はい、行きます。試乗車は、S ホンダセンシングです。でホンダセンシングをいろいろと、まあ、試してみたいとこなんですけども、意図的に危ない状況とか作ることはできないんで、普通に走ります。で僕はご存知の方もいると思うんですけど、この春にフィット 1.3 のガソリンエンジンに乗り換えまして、でまあ、ガソリンエンジンはまあよく乗ってるんで、まあ、それとの比較もできるかなと思ってます。で今もう走り出してちょっと感じるのはブレーキがよく効きますね。初期の食い込みがいいというかコーンと効く感じです。でこの7速 DCT ってそのギクシャク感っていうのがよく言われてて、で僕もこの前のマイナーチェンジ版に乗った時はスムーズで滑らかな加速とか言ってたんですけど、まあ本当にそうなのかっていうのを今日は検証してみたいと思います。お、先頭で止まれたんでまず50までの加速テストしますね。信号変わります。じゃあ加速いってみますね。ゴー、もう50です、うん、やっぱ速いですね。モリモリっとこうトルク感のある加速がきます。今あっという間に50まで加速しちゃったんで、そのギクシャク感とか全然分かんなかったですね。もうスーッと50まで一気に加速しちゃいました。で今ほぼ50の定時走行なんですけど、まあバッテリーがまだね溜まってなかったのかエンジンも今かかってます。あ、今エンジン、止まりましたね。今 EV 走行になってます。あ、かかった あ、止まったなんか微妙ですね、はい、あ、今 EV ですね。あ、かかったりかかんなかったりしますね。でホンダセンシングの機能の一つでこのね、なんだっけ、標識が捉えられてますね。今50キロっていうのが出てます。今50で流してますけど、今は完全に EV モードですね。エンジンはかかってないです。非常に静かな走行してます。これでじゃあ、LKAS を入れてみますね。メインスイッチを押してでこのボタンですね。でしばらく車線を維持すると、真ん中を走ると。
さ、これでセットされたかな。ちょっと直線っぽいのでわからないですね、今ね。今ハンドルは軽く握ってます。軽く握ってます。わかるかな、このふんわり触ってる感じ。あ、握ってくださいって出ますね。あ、なんかセンサーがあるんですね。軽く握ってます。で、自分で切ってないですけど、この緩やかな左曲がってる感じをちゃんと走っていきますよね。おお、すごいすごい。あ、離しちゃダメですね。はい、センサーがあるみたいです。せっかくなんで100までの加速も試します。おお、うん、いい加速します。音もいいですよね。ちょっと気分がいいですね。相変わらずハンドルは軽く握ってます。自分で切ってないですけど、ちゃんとこの緩やかな左カーブを曲がっていってますよ。ああ、すごいすごい。今、あ、ちょっとハンドルが切れる感じが分かりました。ああ、すごいですね。あ、はいはい。ちょっとこれがビデオで伝わるかどうか分かんないですけど、ハンドルがこの微妙にクイックイッと左へちゃんと切ってます、自分で。すごいすごい。この先合流車両に注意してください。いや、確かにすごいです。自動でハンドルがちゃんと切れます。全く不安はなかったですね。はい、あ、すごいな。なかなかすごかったですね。ちょっと未来を感じましたね。はい。で、あれですよね、シフトノブもなんかグレーになったし、パワースイッチもベースが黒になったし、で、ハザードもね、なんかベースが黒い、グレーなんですよね。黒というかグレー。なんか全体的にこう、全体見渡すとこう黒っぽいというか、うん、よりクールな感じになったかなとは思いますね。でもハザードは別に黒くしなくてもいいような気は、僕は個人的にはします。赤の方がね、分かりやすいんで。市場であまり来たことないコースですけど、左手が阪急宝塚駅です。その向かいの右手が
JR 宝塚ですね。減速時はやっぱりその電車の減速時みたいな音しますね。回生ブレーキの音ですかね。